Guten Tag, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Tatsuya Momoto. Ich komme aus Japan und lebe in Deutschland. 今日もドイツにある僕のアトリエからお届けいたします。ということで、今回は根強い人気、男性女性問わずね、根強い人気があるファスナータイプの長財布っていうのをね、作っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。 So, let's get it。 このね、L 字型のお財布今回作っていくんですけど、やっぱりね、パーツがどうしてもね、ちょっと多いですよ。なので1回2回に分けて紹介したいと思います。1回目の今回のものに関しては、まずはこれバーッとバラバラバラっとあるこのパーツをまず全部皮付きをして、で貼り合わせて、で縫わなきゃいけないところは縫うっていうね、パーツとしての下ごしらえっていうところをやっていきたいと思います。それではまず皮付きからやっていきます。皮付きで大事なことは、やっぱり決めた厚さに綺麗にすくっていうことですね。このベタつきなんかをするときは、まあ、1回2回と分けて大きいパーツついていくんですけど、まあ、ピタッとね、同じ厚さにすけていないと溝ができてしまったりとかね、逆に山ができてしまったりするので、まあ、そういうところは気をつけてやっていきます。今回はこの前段とさっきの見つけね、まあ、0.8 でやってます。いつもよりちょっと厚めですね。そしたら次、謎絵入れていきます。今回はね、やっぱパーツ重なる部分多いんで、謎絵は 0.3mm ですね。一番端っこが、一番端が 0.3 で、幅 1cm ぐらいでついてます。この謎絵がね、上手にできてるかできてないか、均等の厚さと均等の幅でね。でこれが仕上がりの小刃のどれぐらいの厚さになってくるかっていうところの大きい要因になってくるので、ここは丁寧に丁寧に同じ厚さ幅を意識してやっていきます。そしたら最後にヘリですね。ヘリ返しのところ、今回もヘリ返しは 0.3mm ですね。 0.3mm ぐらいですときに、あんまり調子乗ってやるとすっきりてしまうことがあるんですよ。特にこういう脂肪が入ってるような皮だとね、脂肪の山の部分と谷の部分で厚さが微妙に違うので、そこは気をつけてやっていきます。そしたら裏地と今皮付きまで終えたパーツを貼り合わせていきます。今回は前段と見つけと、あとは小銭段についているポケット、これですね、は裏は布を使っています。ワッペン布を使ってますね。まあ、普通のワッペンついてない布でも糊で貼れば同じことです。で次は見つけを貼っていきます。見つけを貼るときに、これはまあ長い 190mm か、横幅 190mm なので、たわみやすいし曲がりやすいので、ピッとまっすぐをちゃんとキープできるように意識して貼ります。ただその時に意識しすぎて力が入ってしまうとたわんでしまうので、ここを置いた時にピタッとまっすぐになるっていうところも注意しながら綺麗に貼っていきます。そしたら裏地が全て貼り終わったので、次にヘリ返しを進めていきます。まずはR の部分ですね。ここに刻みを入れていきます。刻みをやるときは包丁を持ってない方の手でちょっとね、刃先を押さえてあげるとやりやすいです。そしたら早速ヘリ返しをしていきます。これマチなんですけど、マチのこれ頂点で切れ目を入れてます。これ入れなくていい角度と入れなきゃヘリ返せない角度っていうのがあるので、それもデザインごとで一回返してみて、あ、これは入れた方が、切れ目を入れた方が返しやすいなって時は入れるようにしましょう。そしたら次、前段をヘリ返ししていきます。この前段っていうのは、まあ、どの形もそうですけど、だいたいお財布の顔になる部分なので、開けた時のね、中身に一番バンと前側に飛び出てくる部分なので、ここが綺麗にまっすぐ返せないとか、 R に沿って返ってないってなると、ちょっと表情が歪んじゃうので、この前段っていうパーツに関しては、もうどの型に関しても丁寧に、もうより一層気をつけてやる必要がありますね。そしたら今ヘリ返したものの隙間、頭の部分ですね、を全て縫っていきます。で縫う時も立ち落としっていうものが両サイドにつけてあるので、立ち落としの部分までギリギリまで縫ってしまうと、あとでコンサイダーする時に糸を切ってしまうってことになるので、そこは気をつけましょう。縫い始めの位置と縫い終わりの位置っていうのはバシッと決めて縫うようにしましょう。で以前糸止めの動画でも紹介したんですけど、糸止めをした後に隠れてしまうような部分の糸止めっていうのは、こう2本裏側に全部上糸と下糸出してしまって、で止めてしまうと綺麗に糸止めをすることができます。そして楽っていうね、一石二鳥な感じになるので、よかったら上に出てる動画も見てみてください。で止めるときはちょっと溶かして外側にテンションをかけながらビュッと止めてあげる。そうすると糸のテンションが保たれたまま糸止めをすることができます。それでは最後に念を入れていきます。念はね、焦がしちゃうとダメなんで、初めて使う素材なんかの場合は歯切れとかで一回試してみるといいですね。どれぐらいの温度だったら大丈夫かなっていうのを。ということで、これでパーツが完成したので、また次回以降にね、このパーツを一気にバッと組み立てて L 字型のお財布の形に仕上げていくので、楽しみに待っててください。最後までご覧いただいてありがとうございました。
ということで、いかがでしたでしょうか。この L 字型とかね、まあ、ラウンドファスナーもそうなんですけど、このファスナー系のお財布って結構レザークラフト始めましたって人がいたとして、まあ一番最初にカードケースとかから作り始めますよ。でその後に仕入れとかお財布とか作り始めて、で一つの目標としてこのファスナー系のお財布ってあると思うんですよね。で少なくとも僕はそうだったんですよ。やっぱり一番最後に作ったものだったんですよ、ファスナー系のお財布っていうのは。なのでまあ、なるべく分かりやすくは紹介していきたいと思ってますので、またボリューム2楽しみに待っていてください。ということで、また来週土曜日にお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い週末を、そして良い1週間をお過ごしください。So, auf Wiedersehen! チュース!